ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。今日はですね、何を話したいかと言いますと、最近よく行く香水屋さんって言っていいのかな、よくわかんないんですけども、名古屋駅にあるノーズショップっていうお店、ノーズ、花ですね、花のノーズだったと思います。ノーズのショップっていうところがあって、まあ、どこにあるかっていうと、JR のゲートタワー、高島屋ゲートタワーモールの4階にあります。隣がね、ハーブス、あの喫茶店のハーブスありますよね、ケーキのハーブス、あの横にあるんですけども、まあ匂いがしてて大丈夫なのかなってちょっと心配にはなるんですけども、はい、そこで、あります。これね、何がいいかっていうと、当然あの香水もすごい種類置いてあります。どのぐらいあるんだろう、100は軽く越しますね、150、60種類ぐらいあるんだと思います、パッと見た感じね。で、そこの中で、まあピックアップされたものがガチャガチャができるんですね。香水ガチャがあります。で、香水ガチャもね、何でもかんでも入れてあるわけじゃなくて2種類あって、今は冬系のものと、もう一個はまあ通常使いができそうな、ちょっとまあ軽めの感じのものと、冬目のちょっと重い感じ、冬なんでどっちかっていうとちょっと甘い感じ、先週この間出たのはバニラとか、美味しい匂いとかっていう、美味しい香りとかっていうものが出たんですけども、まあ、そういう系のものだったり、あります。でね、この店、そんなに香水でって気張っていかなくても結構フレンドリーに店員さん案内してもらえるんで、結構私気が楽で好きです。はい、相変わらずこんな格好で行くんで、物珍しくは見ていただけるんでラッキーと思って行ってますんで、はい。でね、このガチャもね、1回900円だったかなでやれるんですけども、まあサイズ的には何ミリなんだろう、これ5ミリなのかな、10ミリなのかな、10ミリもないね、多分5ミリか、2ミリのものが出てきます。これちなみに今日当たったやつなんですけども、皆さん知ってるのかな、僕よくわかんないんで、いつも香りだけで勝負するんで、これちなみにお名前がスルボンミラボーっていうフランス産の、香水になります。でね、漢字を言うと、書いてあるのはミラボー橋の下をセーヌ川が流れっていうようなお話のような感じですね。セーヌ川が流れるイメージ、強さと優しさの、融合を表現したウッディでスパイシーな香りって書いてあるんですけども、正直ね、これね、そんなにウッディはね、多少ウッディです。ですけども、なんていうの、木のチップ、ああいう深みのあるウッディさではなくて、まあどちらかというとムスク寄りのウッディな感じなのかな。で、スパイシーって書いてあるんですけど、そんなにスパイシーじゃないです。どっちかっていうと、森の中の水っていう僕はイメージをします。だからそんなに匂いがきついわけではなくて、ふわーってどっからかしてるんだけど、まあそう、全然苦にならないよね。だから多分つけられても、つけて自分自身がつけてるかどうか忘れちゃうぐらいの香りだと思います。はい、なんでね、この辺初心者の方とかだったらね、気楽につけれるかなと思います。まあ、ちなみに私の場合は自分でつけるっていうよりもお部屋のフレグランスにしてシュッシュッってやって、まあそれで寝るだとか、で朝起きて休みの日だったらシュッシュッってやって、まあその辺にいるとその香りが香れるっていう感じになる。ルームフレグランスもいいんですけど、ルームフレグランスね、やっぱり匂いが結構つくんですね。その場だけやってても案外匂いがついて、匂いついちゃうと今度変更がなかなか効かないですね。例えば重いやつの後に軽いのが欲しいなと思って、軽いの置いたところでやっぱ軽くならないじゃないですか。
重い匂いが残ったままになっちゃうんで、下手したらもう変な匂いになっちゃうんで、臭くなっちゃうんで、それも嫌なので、まあ、香水とかだとね、揮発性高いので、5時間、6時間、まあ、そのぐらいあれば、トップからミドル、ラストまでずっといって、全部の香りがかけて、しかも、香りが消えてくれると。もう最高ですよね。まあ、じゃあ、ルームフレグランスと比べたら安いのかと言われたら高いです。高いですけども、まあ、そんなにね、毎日毎日ブシ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 やるわけじゃないので、気分次第で、ちょっと今日は匂い、香りが欲しいねって思った時にささっとやる程度なんで、まあ、こんな感じでもいいのかなと思ってやってます。はい。こういうのはね、結構私実は持ってまして、今、ちらって横を見ると10種類ぐらい。10本ぐらい。ちっちゃいのばっかりですよ。大きいのが高いので、こういうガチャとかだとね、これ1回900円で2ミリリットルできますね。2ミリあると結構、10種類もあると結構持つので、で、またちょっと大きいのがあると、それ中心で回しちゃったりすると、まあ半年近くは持つんじゃないのかなと思います、トータルでね。なんでまあ途中でやっぱり買いに行っちゃったりするんで、ああ、ちょっと季節が変わったからこういう香りが欲しいなとかと思うと、また違う香り持ってきたりするんで、またちょっと別の香りは別の日ちょっと紹介したいなと思いますけども。一応今日はね、ノーズショップっていうところで、こういうフランス産の、香水を、ガチャしてきましたっていうお話になります。はい。面白いなと思えば、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、あまり高価なものを買うことはできませんけども、こういうチープなもので楽しみたいと思いますんで、その辺提案あればよろしくお願いします。お願いしたいと思います。それじゃあ、またね。バイバイ。